エアマックスはナイキから製造・販売されるランニングシューズのシリーズである。初代エアマックスは1987年3月発表。デザイナーはティンカー・ハットフィールド。世界初のビジブルエア搭載のシューズである。当時ナイキ製のエアバッグ搭載シューズには、シューズに体重がかかった際にエアバッグの圧の逃げ場がなかったため、走破性が不安定になることが懸念されていた。 その問題を解決するにあたり、デザイナーのティンカー・ハット・フィールドは試験的にミッドソールに大きな窓を開けることを考案した。この考えはティンカーがパリを訪れた際、ポンピドゥーセンターを見て、外から中の構造が見えているという建築デザインから着想を得たものである。これがビジブルエアの誕生であり、以後人類はエアを履くばかりか見ることとなる。ちなみに、 1987年最初キロットのエアマックス1のみ、他のエアマックス1と比較し、若干ミッドソールのウィンドウが大きい。ミッドソールに開けたウィンドウから適度な圧が解放されるようになり、エアバッグにより多量のエアを充填できることとなった。このことからエアマックスに搭載されているエアバッグは、マキシマムエアやマックスエアと呼称されることとなる。この エアマックスという製品名に関してかなり厳格であり、舗装路用ランニングシューズで、ビジブルエア搭載かつ、最大容量のエア搭載の最上位モデルにその名が、完成られることとなった。ただしこのネーミングに関しては、当時からエアスタブやエア180、エアクラシック BW などの例外も存在し、エアマックス CB34 やエアノモマックスなど、 ランニングシューズ以外にも適用されるようになっている。また現在では、最上位モデルのシューズでないいわゆるレンカバンシューズで、あってもエアマックスと関するシューズが存在するなど、その故障に関しては当時ほど厳格ではない。エアが、見えるという斬新性に加え、シンプルなデザインや通気性から芝叩く間に、人気シューズとなり、市場に大きな影響を与えた。その後のエアマックスは、初 ハイテクシューズの象徴とも言える位置づけに至る技術にまで進化する。当時のナイキはバスケットボール市場で大成功を収め一躍世界の大企業へと登壇した。ここでナイキはこの新たな技術に対しエアーレボリューションズと題した数多くのプロモーションを打ち出し万人の運動能力向上の技術を謳った。しかし一方でビジブルやによって 運動能力が向上するという科学的根拠は薄く、ナイキのプロモーションは過剰広告ではないかという懸念も生じている。ビジブルウェアが運動能力や故障防止にどれだけ寄与するかという問題は現在でも数多くの議論、検討がなされている。また、口実するエアマックス9 5が日本において社会現象を巻き起こすなど、 当時のストリートシーンの熱狂を先導するほどまでに大きな影響を与えた。エアベーパーマックス2017年3月発売。フォアフットからヒールまで独立した9つのエアチャンバーを持ち、それらがミッドソールを介することなくアッパーと連結することが可能となった。すなわちミッドソールに用いるフォームの分、シューズはより軽量化され、さらに多くのエアを充填することが可能となった。 アッパーにはフライニットを用いることにとり、より柔軟な形状変化を実現している。エアマックス1の登場以降、様々なビジブルエア搭載シューズが登場することとなった。しかしエアマックス人気は衰えず、各モデルでカラーバリエーションを変え、ディテールやアッパー素材をマイナーチェンジさせながら、現在に至るまでナイキのインラインモデルの主力として販売を続けている。また、 世界各国のスニーカーブティックなどとのコラボレーションモデル、ハイブランドのコンセプトモデルなども数多く見受けられる。特に別注モデルともなると非常に入手困難であり、中には一足数十万円を超えるプレミアム価格がついているものも存在する。同じモデルとは言っても、例えばエアマックス1のように時代に合わせてマイナーチェンジを繰り返してきた結果、 少しずつ、初版のエアマックスとはディテールが異なっていったものもある。例えば、エアマックス1に関して言えば2016年、復刻するにあたり、初版のディテールに忠実に再現する動きが、ナイキ社内で起こり、終端のパーツ数や、ミッドソールの高さ、ヒールボックスの形状や、硬さなどを初版に限りなく近い形で再現した。使用する材質に関しては、 顕微鏡レベルでオリジナルを研究したほどの関わりを見せた。この製品は2017年にオリジナルカラーであるユニバーシティレッド、ユニバーシティブルーの2色展開で復刻するに至った。そもそも当初のエアマックスはランニングシューズの最上位モデルに対して用いられた名称であるがカーボンシャンク搭載の厚底ソールやナイキリアクト等近年のソウルクッショニング技術の進化に伴い 決して最上位モデルとは言い難い位置づけとなった。また、アッパーに求められるフィット感の進化、通気性の改善など、クッショニング以外にも重点が置かれるようになったため、ビジブルエアという概念は、時代とともに決して革新的な技術ではなくなった。現在のエアマックスは、ハイパフォーマンスなスポーツシューズというよりは、カジュアルシューズのという側面が色濃く、 ストリートシーンで幅広く愛されている一員となっている。発売日である3月26日はエアマックスデーとして世界各国でエアマックスの生誕を祝う行事が催されている。2016年のエアマックスデーではボートバックと題した世界各国の歴代エアマックスの中から一足を投票し一位を獲得したモデルが復刻されるというイベントが行われ、 アトモスから2003年に発売されたエアマックス1アトモスエレファントが1位を獲得し、2017年3月11日に世界中で復刻販売されるに至った。このモデルも上述の通り発売直後から争奪戦状態となり、入手困難なモデルの一つとなっている。日本においては、特に生還30周年である2017年3月24日から26日に、 かけて、エアマックスレボリューションと題して、上野東京国立博物館で盛大に、生誕イベントが行われた。この際、前年とは、打って、変わり、未来のエアマックスを提案し、投票する企画、ボートフォーワードが開催された。世界の主要都市から、様々なカルチャーシーンに影響を与えているデザイナーが12名、選出され、各々がデザインした、エアマックスが発表された。 それらのエアマックスはオンラインによる世界投票が行われたが、その際に1位となったシーン・ワザースプーンが手掛けたモデルが2018年3月に商品された。2018年はエアマックスの時代を担う目的としてニューヨーク、ロンドン、メキシコシティ、アムステルダム、イスタンブール、モスクワ、上海、北京、東京、ソウルの6都市から 各都市をテーマとして新たなエアマックスのデザインを一般公募し、各国による一般投票により選出された上位各3名、計18名がオンラインによる世界投票を受けるというナイキオーエヌエアという企画が模様された。世界投票による各国1位のモデルは商品化され、2019年4月13日に発売された。東京代表は、 100万ユータ、ニューヨーク代表はガブリエル・セラーの、パリ代表はルー・マトゥロン、ソウル代表はグアンシン、上海代表はキャッシュルー、ロンドン代表はジャスミン・ラソードというラインナップである。エアマックス1マスター2016年、世界各国の主要都市から9人のエアマックスコレクターがマスター・オブ・エアーとしてナイキから選出された。ラスベガスのアンジェラ、ロンドンのスティービ、 メキシコシティのモリジオ、プラハの DJ、ウィッヒ、アムステルダムのカナカ、東京の G、ケン、パリのララ、北京のクリジアン、ベルリンのアイスバーグである。いずれもエアマックスに関して突出した所持数を誇り、中にはエアマックスのみで2000足以上所持している者も,もいる。ありがとうございます。